はい、皆さんこんにちは、アニメ修復の室井康雄です。今日はですね、横顔の、描き方、アニメ修復のですね、オンライン基礎コース4月の横顔の課題の添削手元映像を収録していきたいと思います。はい、まずですね、これが熟成さんの絵ですね。パッと見て案外ですね、これ襟とか肩の質感、シワなんかがすごいこだわって描けてるかな。あとね、顔の、鼻から顎、ここら辺ですね、割とですねしっかり描けてるかなと。でちょっとね、目の目線が下に向いちゃったりとか、髪の毛が立体化に乗ってないところが若干残念かなというところで、この方ね、質問があります。眉間のくぼみは、目の下の部分と同じ高さでしょうか。この部分のことを言ってるんでしょうね、きっと。あ、これですね。そんなことはないです、多分。はい、これね、デザインによります。鼻の高さが、例えばですけど、こういうキャラもいるんですよ、ね、いろんなキャラいるから、アンサーとしては、そんなことはなくはありません。キャラのデザインによります。いますとっていう感じで、質問、ちょっとね、ちっちゃいけど、これでもう潰れてますけど、この課題に関する質問もしてください、していいよっていうようなところはちょっとここに書いてあります。で、まず褒めコメントとしてはですね、良かったところ、襟の厚みの質感、が、よく出てます。よく書けてますと。はい。無と2011年の5月の今日2日ですね。はい、っていうところで、じゃあ添削をしていきたいと思います。ですね、あとね、首のつき方が少し不安定で、今ね、ちょっと体が猫背気味になってですね、猫背のキャラならいいんですけど、可愛い綺麗なキャラを描こうとした時に、これはあえて猫背なのか、それともなんか描いてるうちに猫背になってしまったのかっていうのが結構大事で、おそらく猫背になってしまったんじゃないかなっていうところを前提にちょっと添削していきますね。なので少し姿勢を良くします。姿勢が良ければいいのかってね、何でも姿勢を描かなきゃダメですよってことはないです。ただまずは、基本的な一番ですね、姿勢がまず普通にいい状態で、描くことによって、まずは、そこから姿勢っていくらでも後で悪くできるんで、首ね、斜めってのはいいんですけど、ちょっとこのように逆にね、首って横にすればするほど姿勢悪くなって、縦にすればするほど姿勢、良くなります。だから同じ頭がこうあるとします。同じ頭がこうあるとして、その位置がこれ、相当これだとね、姿勢悪くなります。これにつながるのはこんな感じの体なんで、これだと猫背になるよね。で、次同じように頭を描いて、今度首を立ててみます。立てるっていうのはまっすぐにしてみます。そうするとですね、おのずと背中がこれ反ってる人になるんですよ。こういうふうに少しこうグッと、ちょっと顎引いてるみたいになってるけどね。こんな感じに姿勢が、実はですね、首のこの角度によってだいぶ変わるんですよ。なんで首の角度で、姿勢が変わります。ということですね。はい、これ結構大事だけど、意識しないと、みんなやっちゃいますね、これね。僕もね、首難民時代っていうのがどう首かきゃいいんだろうみたいなのですね、本当にずっと迷って悩んで、わけわかんない時代が多かった。で、目はですね、これ前も説明したみたいに、この結構皆さんね、正面の目を引きずっちゃう人が結構多いです。これこういう風に描いちゃう人がいるね。いや、そうじゃないです。正面の目になっちゃうんです、これだと。横の目ってね、もうデザイン全然違うんですよ。横ってこんな風に薄くみんな描いてますね。
こう書くと、いやなんでこう書くのって言ったらですね、リアルな人間の目がまあなんかこんな風になっててみたいなね、そういうところはきっと来てるんでしょうけど、これデザインです、もはやもはやデザインの世界なんで、なんでこの瞳がちょっと反ってたり、こう逆にカーブしてたりとかね、これデザインって思ってください。理由はデザインです。それをみんな美しいと思ってきたからなんでしょうよっていうことなんで、まあこんな感じで薄くしまして、そんでもって口ね、ちょっとムニッとしてる感じいいですね。で出してとね。でちょっと姿勢、まあ姿勢悪くするんだったらもっと姿勢をあえて悪くもっと猫背にするとか、分かりやすくそういう風にするっていうのもありなんですけど、そして案外肩、腕はですね太かったよ。でこのね腕の付け根、僕は丸で書いて、そこからですねこの裏側からちゃんと書くっていうのをね意識すると、このね見えないところの背中ってのが結構大事。あ、ちょっと隠れてたかな。見えないところの背中がめちゃくちゃ大事です。こんな感じで。ここがね、結構、このね、体難しいんですよ。後ろ側どう書きゃいいんだ。なんか曖昧にしちゃうよね、大体ここら辺ね。じゃなくて、あ、ちゃんと腕があって、背中が反ってて、で、今、僕はバストアップで書いてますけど、いやバストアップ難しいよってね、これだけで形の難しいよって人は、ちっちゃく書いてもいいですよ。ちっちゃく書いてどうなってるのかをしっかり理解した上でね、ちゃんと、でしかもデジタル作画ですよね、この方だとね。だとすれば一回全身というか、このなるべく他の部分まで分かる、もう自分が理解できる範囲まで全部書く、で手も書いてみるっていうのを最終的にこうトリミングっていうのかな、切り取るっていう風にすると、一番、丁寧っていうのかな、自分の理解が進みます。自分が曖昧な時は分からないところから全部書く。でその上で、しかも今僕腕後で足しましたよね。腕いきなり書いちゃうと腕で胴体隠れてわけわかんなくなっちゃうんで、やっぱり一番丁寧なのは一回腕書かないで、分けます。まあ、そして生え際しっかり書いてみて、そして生え際もどんな坊主、いろんな生え際あるよ。だけど僕適当にこんな感じで、とりあえず生え際って言ったらある程度こんなもんでいいだろうと。いろんな生え際あるけれど、まあこれでいいやってね。どうせ見えないし、どうせ見えないけどある程度目安としてあった方がいいよねっていうぐらいのもんです。はい、そんなところでですね、この頭の上に髪の毛を乗せていきます。髪の毛ってそんな難しくなくて、ある程度この頭に沿って、そこからあとただ下にこう下ろすだけです。こんな感じで、でその時に単純単調な形にならないとか、立体感を意識する。乗ってる場所が端ならば髪の束は薄いっていうのかな、細くなって、そしてこの頭の中心部に近い髪の束はちょっと太めにまとめます。そうするだけで立体感は出ます。そんなところをちょっと意識しながら、でもまあ大体こんな感じでいいんじゃないですかね。で、この髪の毛ね、ちょっとどうしようかなって考えますね。ここにこういう髪の毛ってどうなんだろう、つけるかな。これってなんか縛ってこうなってんだよね、きっとね。縛ってんだったら縛ってる何かの要素がないときっといけないと思うんで、ちょっと縛ってることにしましょう。こんな感じでね。でそれが今度この前のね、話でもあったように肩に乗ってるんだとすれば、こういうふうに肩にこう、落ちてると。でこの部分がですね、奥にもなんかあるんでしょうかっていうので、奥の部分もあるというふうに、まあ、ある程度デザインなんで、何をある程度絵っていうのね、やってもいいと思うんですが、不自然に見えちゃうとやっぱり不自然だねって思われてしまうんで、そこら辺多少意識して、このリボンなんかはですね、ちゃんとこの上にこう乗せます。で奥がちらっと見えるんだったら少し見えるとかっていうので、立体感厚みを出すという感じでしょうかね。はい、こんな感じで、やはりですね、頭の、土台の形やですね、素体の形もね、素体がある程度決まると、そこにねちょっと線足すとですね、まあ、ほぼ完成の服着てるキャラクターになるんですよ。なのでやっぱりね、実は最初の土台の形めちゃくちゃ大事。そしてここまで理解が進めば、ちゃんとその上に、髪の毛を乗せたりとか、このリボンを乗せたりとか、そういうのが自由にできます。はい、そんなところでですね、この今日はですね、特にこの首の関係、首がまっすぐになると姿勢が良くて、斜めになると猫背になるよ。
それを意識した上でちょっと曖昧にここがどうなってるのかねっていうのをですね皆さん、注意してみてほしいなというところで、今日のですね手元映像の添削終わりたいと思います。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。じゃあねー。